選手の皆さんが勢ぞろいになりました。おお、ティオ君もいるじゃないですか。かっこいいですね。さあ、それでは選手の皆さんから一言頂戴したいと思います。まずはディフェンスですね。愛知県出身なんですね。あ、そうですね。すみません、ローマ字をかけます。ローマ字をかけさせていただきました。愛知県出身そう、ディフェンスの中野圭選手です。本日よろしくお願いいたします。こんばんは。今日は、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。チームの状況は厳しい状況になりますが、まだまだこれからだと思っているので、精一杯頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。続きまして、さっきメガネをかけた時に出身地ちゃんと見ておきました。埼玉県出身なんですね。はい、ミッドフィルダーの広瀬智康選手です。こんばんは。僕は山形県4年目なんで、県道祭りも結構出させてもらってるんですけど、毎年県道祭りの元気をもらって、それをサッカーに生かしていきたいと今年も思ってるんで、応援の方よろしくお願いします。皆さんね、長身ですが、ひときわ背の高い183センチ、たくさん追いかけてくれました。もうかけてくださいと怒られてしまいました。埼玉県出身ということで、ゴールキーパーです。中村隼人選手です。こんばんは。僕は天童祭り初めて今日来させてもらいました。皆さんの力をもらって、今後いい成績残せるように頑張っていきたいです。応援お願いします。さあ、そしてリオくんは意気込み言えるかな。じゃあパフォーマンスで何か一つビシッと決めていただきましょうか。リオ、それ力強いパフォーマンスをいただきました。それではもう一度、中野圭選手、そして広瀬智康選手、中村隼人選手、3人の選手に大きな声援、そして応援の拍手をお願いいたします。これからも頑張ってくださいね。よろしくお願いいたします。山形県を盛り上げてください。ありがとうございました。山形ディオ、山形ディオ、山形ディオ、山形ディオ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。モンテディオンが勝つと、天童市はもちろん山形県全体が元気が出ますからね。そうですね、ちゃんとをかけないと見えなくなってしまいました。愛しか見えなかったんです。まあ、そういう若い力をもらって、天童市も、そして山形県も元気になりたいと思います。そして、選手の皆さんが言ってくださいました。今日は天童市の夏祭りの元気をもらいましたと言ってください。